HST コープスペイントは顔を白と黒に塗る化粧のことである。主にブラックメタルで用いられライブやバンド写真で使われる。この化粧の目的はミュージシャンを非人間もしくは主体や悪魔のように見せることである。コープスペイントでは顔から首にかけてを白く塗り目の周りや口の周りを黒く塗ることが多い。さらにしばしば本物か偽物かを問わず 血が合わせて塗られることもある。ミュージシャンによっては、そのコープスペイントがトレードマークとなっている人物も存在する。滅多にないことではあるが、これら以外の色が使われることもあり、メーヘムのアッティラシハーは、ネオンカラーを使ったり、ノルウェーのブラックメタルバンド、デュドハイムスガードは、実験的に別の色を用いたりしたことがある。初期のロックグループにおいて、類似のメイクアップが行われている。 1960年代には、スクリーミン・ジェイ・ホーキンスや、アーサー・ブラウンなどが行っている。1970年代になると、アリス・クーパーや、キッスでも、ルイさらに、1970年代後半になると、ミス・フィッツやダムドのデーブ・バニアンのようなパンク・ロック・バンド、ミュージシャンも、類似のメイクアップを使用している。1980年代に入ると、ヘル・ハマー及び、更新のセ 特にブラジルのサルコファーゴはメタルストーム氏に初めて本物のコープスペイントで登場したアーティストとなった。初期コープスペイントは単純に個人個人の特徴を強調する意味があり彼らを死者のように見せた。このコープスペイントが最初に一般的に用いられるようになったのはノルウェーの初期ブラックメタルシーンである。特にノルウェーのブラックメタルバンドのうち 最初にコープスペイントを行ったのはメーヘムのデッドであると言われており、1986年頃からコープスペイントを行っている。メーヘムのベーシストであるネクローブチャーはデッドのコープスペイントについて、それはキスやアリス・クーパーが使った化粧とは違った。デッドは実際に死体に見えるようにしたかったんだ。彼はそれをかっこよく見えるために行ったわけではなかったと語っている。 1990年代初期になると、ノルウェーのブラックメタルバンドの服装やスタイルを継承したバンドが世界中に現れるようになった。ただし、ノルウェーのブラックメタルバンドでも、コープスペイントを用いない、もしくは辞めてしまったバンドも存在する。例えば、エンペラーやサテリーコン、バーズム等が挙げられる。これは、 非常に多くのバンドで用いられることによってコープスペイントの意味自体が失われてしまったことが理由として挙げられている。コープスペイントは一般的にブラックメタルやヘビメタルと関連づけて考えられることが多い。しかしながらこれにインスパイアされたヘビメタル以外のジャンルのミュージシャンやその他のジャンルの人物にも存在している。ありがとうございます。